はい。これが冒頭に登場してたものなんですが、まあ、いわゆるインナーケースです。カメラ用の、まあ僕も今のバッグも、もうこれより全然ちっちゃいサイズのインナーバッグを使ってたりしたんですが、ディスピッチもこれはラックパックってやつで、今ね最新だとカメララックパックってやつがあるんですけど、そっちはやっぱちょっと形が気に入らなかったので、だったらこれをただのラックパックを買って自分でアレンジした方がかっこいいかなと思ったのでこっちにしたんですけど、このままだとこの素のラックパックにはクッションがこの区切りとかがねないので、そこでこれを別途購入したと。で、このインナーバッグはあのディスピッチのものでも出てるんですけど、今回は別のものを用意しました。まあ値段的には同じような感じです。で、なんだかんだですね、これとこれを合わせると結構な値段になってしまったので、まあ当初 ILE のアルティメートフォトグラファーズバッグが4万ちょいぐらいだったと思うんですけど、あんまり変わらない、だいたいそのぐらいな感じまでかかっちゃったんですけどね、結局。まあやっぱりでもどうしても自分が納得いったものが使いたかったので、カメラバッグだけはちょっとこだわりました。これはそれで、ここに、なんだろうな、JJJ。よくわかりませんが、無意味にアップでお見せしましょうか。こんな感じで。まあこの辺はどうでもいいですね。これはシンプルならいい。どうでもいいっちゃあれですけど、中に使うものなので、そんなにシンプルなら別に問題ないかなと。いうところですね。おお、こうなってんだ。こんな感じですわ。おお。なるほど、なるほど。で、このね、インナーバッグ、インナーケースっていうのは、これまあ探したことある方はご存知だと思いますけど、結構物がないんですよね。種類が。小さいタイプは豊富に種類があるんですけど、このぐらいの。このぐらいのね、もっとちっちゃいのもあるか。このぐらいかな。ちっちゃいバージョンはね、結構豊富に種類があるんですけど、このでかいもの、バックパックに全面入れれるようなものっていうのは、意外と種類が少ないんですよね。で、ポイントは、このバックパックの全部をこれにするんじゃなくて、少し残したぐらいの大きさが欲しかったんですよ。まあ、例えばこれを底面一番下に入れて、ちょっとこの辺が余るぐらい。トップの部分が。そんな感じの方が自由度があるかなと思ったので、まあ少し余った隙間に洋服を入れたり、着替えとかですね、旅行だったら入れたり、まあ、もしくは機材が少なければここに衣服を丸めて無理やりね入れても使えるでしょうけど、これが一応デフォルトで組まれてる感じなんですね。あとは自分の好きなようにアレンジをしていくと、このベルクロが全部剥がせるので、自分の入れたい機材に合わせてその都度組み合わせを変えていくという感じですね。この縦のものも外せます。なので完全に自分オリジナルのスタイルにアレンジメントができるというものですね。めちゃくちゃ頑丈な感じはしないかな。やっぱりそんなに高価なものでもないので、でこっちは蓋の部分はメッシュか。ちょっとじゃあ実際にラックパックの方に入れてみよう。これをうわー、ぴったりだすげえ。ええやん。完璧じゃん。もちろんね、サイズは確認してたんで、この外側のバックパックのサイズと、このインナーバッグのサイズをちゃんと照らし合わせて、まあ想像で予想しながらで買ったんですけども、ドンピシャですね。このサイドが少しね、余るようにわざとこのサイズにしたんですよ。ここにね、三脚とか僕入れたいんで、で、上も、もう、完璧ですね。少し余るぐらい。来たね。で、厚さはもうドンピシャか。このバックパックの幅にちょうどぴったりですね。マジで？
こまでぴったりだとは思わなかったな。で締める。ちょっとね、今もう実際に使う時を感じを想定しながら見てる感じなんですけども、これはやりましたね。よかったよかった。これで締めて、まあ実際はね、このインナーバッグのチャックは僕締めて使うと思うんですよ。本当開けとけばもうバックパックを、ここのチャックを開けただけでもうバンってね、カメラとかレンズとかが撮れるのでいいんですけど、さすがにそれはちょっと良くないので、ちょっとね、やっぱ一枚ここに、このインナーバッグの上部分があった方が安心感はあるので、さすがにこのチャックは閉めたままで入れとくと思いますね。なので、開けたら、こういう状態。完璧じゃん。ちょっとほっとしましたわ。これの中身が最悪入らないとか、もしくはちっちゃすぎるとかだったらどうしようかな。まあ最悪買い替えようとは思ってたんですけどね。大丈夫そうですね。これ、あ、そうか。このバックパックの一番下は、底面はこういうのがついてて、まあ今僕が使ってるやつも同じです。僕はよくやるのはここにパーカーとか、ちょっと暑くなって撮影中にパーカー脱ぎたいけど邪魔だからここに折りたたんで、ここにね、収納しちゃって持ち歩いたり、結構いい服っていうか、うん、外に出し、晒しても問題ないものをよくここにつけておいたりしますけどね。だから最終的にはね、結構収納力あるんですよ。決して大きなサイズではないんですけど。いやー、よかった。このインナーバッグが嬉しかったなぁ。でも、ちょっとね、ちょっと安っぽい感じがしますけどね、これ自体は。こっちのラックパックの方はさすがに値段も値段なので、非常にしっかりしてる感じはしますよ。質感が高いですね。今僕が使ってるのは5、6000円の安いバックパックなので、それに比べるとだいぶなんか生地自体も分厚いし、タフギアっていう感じですかね。タフギア感が満載という感じですね。このね、背中のやっぱりこのクッション的なものが非常に分厚くて安心感ありますね。ちなみになんか入れてみるとどうなるの？これは G7 に、ライカーズミルックスが今ついてる状態ですね。難しいよなぁ。これはまあでも後でゆっくりね、時間をかけて、なんかパズルみたい。難しいなぁ。どういう使い方をするかっていうのはね、また後々ゆっくり考えますよ。やっぱりここに僕は多分三脚を入れますね。トラベル三脚を。余裕で入りそうな感じなんで。サイド部分。で、逆サイドにもなんか入りそうなんで、縦長のものを入れて、ここはまあ全部機材で埋まるでしょうし、で、この余った部分は旅行だったら着替えとか、そんな使い方をすると思いますね。まあ、今日はこんなとこかな。またこう、実際に使った感じ、どういう収納をしたかとか、実際の使用感とか、その辺は後々使った後でまたやれればなと思っております。やっぱりね、ここ、まあよくあるのがカメラバッグでもね、なんていうのかな。このサイド部分が開くようになってて、ここに、まあこのぐらいのインナーバッグが入ってて、こっから出し入れができるっていうタイプはあるんですけどね。やっぱり僕はここがバカって開いて、こうなってた方が圧倒的にやっぱ使い勝手はいいので、まああくまでここは全開にできるものに絞ってバッグ探しをしました。
まあ最終的にはラックパック自体は、まあ一応カメラバッグとしても使えるよっていうただのバックパックなので、完全にカメラバッグというわけではないんですけどね。だから僕のカメラバッグ探しの結論としては、これ単体で自分が欲しいと思えるようなものはやっぱり見つからなかったということで、こういう全面アクタイプの自分が好きな形のバックパックに今回のこういったインナーボックスを使うことでカメラバッグにするという最終的にこの結論になりました。ちょっと背負ってみようかな。これを実際に入れてね、まあ実際には機材が入るからもっと重くなるとは思うんですけど、まあちょっと広角じゃないんで分かりづらいかもしれないですけどね。また今度でもゆっくり背負った感じもやりましょう。ちょっとアップすぎるかな、全然わかんない、全然わかんないですね。ああダメだな、わかんないね、全然わかんない。はい、無理。まあちょっとね、今日は時間もないので、また今度じっくりやります。認識するかな。この赤のやっぱりピンポイントが目立ちますね。ワンポイント。あとは形がやっぱりある程度かっちり決められているので、型崩れがしにくいというか、まあ逆に言うとあまり変形がしようがないっていう感じですかね。今中身はあんまり入れてない感じで、こんな感じでございます。このでもやっぱり作りがね、今僕が持ってるバックパックとはまるで違うな。この部分もぶっとくて頑丈な感じがしますしね。この背中のクッションがやっぱりすごい背負ってても感じますね。がっつりガードしてくれそうな感じがします。この背面じゃない、背中の部分にはラップトップ入れたりして持ち歩いても、まあおそらく安心だなっていう感じはしますね。やっぱライカの方はやっぱり使えばよかったですね、広角で。でも ILE のバッグもすごく四角い感じだったんですけどね、これも近いですよ、系統としては結構近い。ちょっとこっちの方がやっぱミリタリーチックになってるので、なんかねいかつい感じはします。 ILE の方も本当に形かっこいいし好きなんですけど、まあ本当に一時期あれを買おうとしてた時期もあったんで、でもやっぱり形が特徴的なので秋も来るかなっていう感じもするので、長いこと使うことを考えるとやっぱりこっちのデザインの方が秋は来ないかなということで、最終的にはこっちを選びました。あとは弱の実の中でもですね、このバッグに関してのお話もやりたいと思います。まあそんなわけで、今日はとりあえず開封して、あとはこの中身の質感チェックでございました。まあこのバッグに関しては今後も続編をちょこちょこやっていきたいと思います。それでは。